はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースブロークトラックマウンテンということで、このコースを翻訳するとね、壊れた山を追跡するっていうことらしいんですよ。まあサムネにもさ、いかにも探検者っぽい見た目の人がいるから、多分そんな感じの意味で合ってるんじゃないかなって思うんですよ。でここからマジで聞いてほしいんだけど、このシエルダーさんが作ったコースって結構鬼畜なコース多いんですよ。特にゴール前ね、この方のゴール前の怒涛のラッシュ半端ないよ。きっとこのコースもそうじゃないかなって思うんですよね。それじゃあ早速やっていきますか。いや今回いつもより全力投球でいくからね、一個も引っかからない気持ちでいくよ。それは反則だろこの砲台の中にハンマーブロス隠せるの今までそんなんなかったやんね。じゃあこのブロック叩きます。なんか出る、やっぱり鉄球か。じゃあここは上か下かだね。上下両方入れませんね。これはもう積んだ感じじゃないのこのブロックを壊して砲台が来る前にすぐ右に行けと、そういう感じだね。ここはパンブロックがあるな。このパンブロックを叩いてすぐ右にダッシュしよっか。それで合ってる、大丈夫。オッケー、あの花には引っかかりませんでした。そしてこのドア入っていいと思うんだけど、下怪しくない？下が正解、頼む。何もなかったねじゃあここはパンブロックを叩いてすぐ右に走ってこの扉に入ればいい、そういう感じじゃないから。さあ入っていきましょう。はい、どうもグッドアフタヌーンだね。ここはオンオフブロックを叩いてすぐ鍵に入る、合ってる右の方の扉入ったよ、大丈夫。これはブーって書いてる、違うじゃねえか、こっち違うでしょ、なんなんだお前はじゃあここオンするじゃん。そしたらすぐ左にダッシュしてみようか。この金魚が通り過ぎた後に左してみるね。さあ左して、そしてこのドアに入る。これ右押し場じゃないの、今右の方開いたよ。さっきと違うやんかえこれどうすればいいだろう、このキノコ取れんのかな、あっつ、いやここどうすればいいかわからんくない。右の方砲台で土管塞がれてたよね。あら、あここでキノコがもらえるんだね。そして鍵ドアに入って、左押しっぱ、多分あの針に当たっていいんだよきっと、そうでしょ、よし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 、さあ土管に入っていきましょう。次はどんな罠が待ち受けてるんでしょうか。ここは右出しだよ、ダウンされだった、さあスリンク、そしてヒップドロップ、合ってるんじゃないのこれ、うまくない、今の、なんでリンク取ってすぐあの隙間に入れっていう感じかな、うわ無理あのキノコが降ってくるまで待っておこうか、そして右下に降りれば次に進めるっていう感じだね。さあここはキノコ取ってドクロコースターがあるのか、このドクロコースターどうなるよしよしよし、え普通に中間ポイント取らせてくれたね、優しい。この勢いでどんどん進みましょう、このドクロコースターのちゃんと考えないとダメだね。まあまあ中間ポイントからだからね、ここでドクロコースター乗って右押しっぱでよかったんだよ。そして上のとかにある、これで合ってんじゃないの、なんでじゃあここは一番上に行った時ジャンプすればよかったんだね、きっとそうだよ。そしてここは右にジャンプしていいのかな、信用してみよう、ジャンプ、これで合ってるんじゃないの絶対違う、どっか連れて行かれたもん、うわここ死にたいキュンっぽいな。この雲を抜けた先には何かあるんだろう、もう右上なんかやべえの待ち受けてない。そしてここでフラワーを取って、どんな死にたい球なんだろう、あ全然予想がつかないね。この P の音がなくなったらね、なんかなると思うんだよね。あなるほど、これ分かったよ、このさバネの間のトゲゾウが出すこの針、それに当たれっていう感じじゃないから意外といけるんじゃないの、ほらこれはそんなに難しくないよ、もうちょっと難しいの持ってくるべきだったね。それじゃあここは右にジャンプしてよかったんだけど、右を失敗したらいけなかったんだね、そういうことでしょ。よしよし来ました、次はオンオフ地帯か、ここはあ右に行っていいよ、オンオフ次第で、だってマリオがやられる場所がないでしょ、なんでこのまま何もしないで右で合ってる、なんでえどうやって、あーね、やっぱやるねシールダーさん、めっちゃ裏ついてくるね。じゃあここはオンオフをしてあのクリボーを踏むで合ってたんだね、なんでよそれじゃあここは左にクリボーが移動したから、そのクリボー踏んで右に行く、多分これで合ってる、うわここ引っかかる予感しかしねえな、左行ってみる、右のドア罠だよきっと、合ってんじゃないの違ったね、でも右行ってもどうせ違ってたと思う、バネがあるもん。それじゃあここはリフトに乗って何もしないのが正解だったね、だって何もしない、そしてこの下からドアに入れるっていう感じでしょ。さあどんどん行きますか、ここは何もしない、合ってる合ってる
うわぁ、うそでしょ、こっち違うの、え、なにここ死に耐久ですかね今気づいたけど、うまくないこれ。それじゃあこのドア入るじゃん。そしてトゲゾウがやられた瞬間にジャンプするで合ってんじゃないのかな。確かここ足回るよね。やったぜそしてドクロコースター乗っていきましょう。さあここのブロック矢印なんか刺してるな。これなんかあるんじゃないの。穴もない感じか。右は針だけだしね。じゃあこの靴履いていく。この靴履いて降りるのが正解。それしかないもんね。頼む。合ってる。え、なんですかこれ今んとこはここで靴を脱ぎ捨てて上に行けっていう感じかな。いやでもまださ、左ワンチャンあるよ。この P スイッチを踏んで上のブロックがなんかだよね。頼む。来い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 。じゃあここは靴を手に入れて一旦下に降りてすぐジャンプしてみろっていう感じじゃないかな。これで合ってんじゃないの。そんでこのちくわブロックに乗って下に行け。魚ちくわブロックは絶対合ってるんだよ。ただ魚を一回避けなくちゃいけないんだよきっと。そういう感じでしょ。そしてこのちくわブロック乗って右下に行けっていうことだね。でここなんか出ると思うんだよな。キノコでしょ。ナイス。どっちに行く。どこに行くか分かんない。もうそれはずるいもう余裕だよ。みんな見てて。右の方で隠しブロックがあったらこれを叩けばいいんだよ。そしてキノコをゲットできてこの土管に入れるっていう感じだね巧みすぎでしょ罠が。中間ポイントないの。ああるね。ここどうしよう。一旦オン叩いてさ、ちくわブロックの方逃げてみる。それが正解っぽくない。世界に一つだけの花右が正解。そういう感じでしょ。次このトレオこの中間ポイントここに追っておいたら大丈夫。そしてキノコを取って右に走っていけば大丈夫。多分それで取れるよ。頼む頼むオープンブロックに引っかかってしまった。ここから一回も引っかからないゴール行けばいい感じでしょ。そんなの余裕っていうことを見せてやりましょう。このキラーは何もしないで大丈夫そうでしょ。またお前かくっそすぐ最近コメントでね、ピオキングさんめちゃくちゃ喋ってますよねみたいな、どうやってそんなに話を続けられるんですかっていうねコメントいただいたんですよ。いや他の実況者の方っていうのはそんなに見ないんだけど、すげえ喋ってる方かなと思いまして。それじゃあ次はきっちりあの中間ポイント取ろうか。この上らへん、この辺じゃないの。よしよしよしもうやられている。ここどうなんだっけ。右上に行けっていう感じかな。多分これで合ってるんじゃないのかな。そしてこのデカキノコをもらって、どうしよう。一旦さこのファイヤー当たらないけんのじゃない。でチビになっていこうか。これが正解っぽいよ。頼むチビで合ってて。合ってないただ惜しいところにはあったよね。一回デカキノコ状態を解除しろっていうことはあってたよね。あれ？さっきと違うやんかえ、じゃあここ何もしないでよかったのかな。そしたらどうなるんだろう。あ、上からキノコが降ってくるのね。そしてデカキノコ取って右に行けっていう感じだね。そんでここで一旦デカキノコ状態を解除して、このスーパーマリオ状態でこの扉に入れば進めるっていう感じでしょ。頼むよしよしよし、合ってた合ってた。さあ次はここ右にダッシュしていくよ。なんでいや、やられてない、まだやられてないよ。大丈夫。どこに入ってんの。もうさっきと同じじゃねえか。またチョロプーにやられるんでしょきっと。そうでしょ、上から降ってくるんでしょ。フィッシュ魚だじゃあここさ、リフトの下に足場があったんだよね。ここで何もしないでよかったんだね。で隠しブロックがどっかあったんだよな。どの辺、なるほどここにあるのか。でこの上に乗って右に行けっていう感じだね。そしてドッスンの下ブロック、あれを叩いたらドッスンがやられるでしょ。そうでしょ。よしよしよし、待って、跳ね返ってくる。上も来んのかこのハテナブロックを叩いて何もしなかったら鉄球が回避できる、そういう感じでしょ。そしてここは上と下どっちだろう。下から行ってみる。こっちが正解っぽくない。足場あるもんね。なんで歩いて行ってみようか。ほっ勢いが足りねいや、もう一回ここで勢いつけて行ってみようか。多分それで大丈夫。よし、これが合ってるでしょ。
右にダッシュ、これでいけるんじゃないのかな。なるほど、チョロプより先に行けっていうことか。さあここはどうしよう、上に行くしかない。ただうわ右の方に入っちゃったじゃねえか。ここは絶対死に耐久でしょ。チェックポイントは嫌だ嫌だ、それだけは嫌だ、やめてやめてやめて。トゲゾウそれ絶対取ってるでしょ、チェックポイント1。いやまたやり直しじゃねえか。何もしないでよかったのかな。それで行ってみようか。何もしなかったら左の扉入れるっていう感じでしょ。よしよし、なんかいろいろと危ないよ。大丈夫これで、ね、何もしないで。わからんやろこんなので押していいか。いや右に行ったとしてもさ、右行ってどうすればいいんだろう。ジャンプすればいいのかな。あ、こっちに当てたんだ。そしてツタに捕まう。どこ行ってんだもん。中間ポイントだけありまして、左に行ってよ、頼むって。頼む、あ、見たくないんだって。上のガリガリ届け届け、君に届け。くっそー、この扉入るしかないのか。さっきと違うとかそんなないよね、そんな甘くないよな。やっぱり中間ポイント1戻すよな。トゲゾーいるよね下に、絶対にトゲゾードクロコースターが出てきたってことはさ、右を進化すれば回避できたのかな。それで行ってみる、右を進化、多分それで合ってる。そして塚に捕まる。でよっしゃよっしゃ、これで合ってたんじゃないので、ここで右にジャンプ、よし来た。これはもうゴール近いんじゃないかな。頼むゴールあって、うわゴールあるよ。こっからどうすればいいの。何もしない。うわっ悔しい。ここ、うわ左行けないよな、やっぱり。左を失敗、あ、ツタに捕まればよかったのか。あの青ブロックの下にある、どこに繋げるんだろう。ここはホットタブなんだろう。うわ工事中の雪散歩がいるよ。これはオンオフをしてどうにかしろってことかな。下に行くだけか。じゃあ下に行きます。何か待ってるんだろう。おかまたこれか、地味なやつだな。いやでもさっきはさ、これ結構簡単にできたじゃん。さらに難しい仕様を持ってきやがったよ。これはいやあるなんて聞いてた。やばい、これいけるから、ちょっと待ってね、本気出していい。大丈夫、このバネの前で止まっておけばきっといけるはずだよ。ちょっと待ってね、ここいや大丈夫、まだ向こうだからね、まだ取っていいからね、ファイヤー状態だから。ちょっと待ってね、集中するわ。いやめっちゃ跳ねるじゃねえか、こんなの無理だって。ちょっとここで一回当たるでしょ。で、しゃがみジャンプをしろっていうことだね。でもう一回いける、もうチビになったら楽勝だと思うんだよね。さあここでチビになってジャンプ、よし来ました。これなかなかうまいんじゃないですかね。あと一回、あと一回さ、あと当たればいい。ここ危ねえ。次でいくよ、よしよしよし。次は絶対ゴールしよっか。この土管入ったらツタに捕まるでいいよね。なんで上を進化で合ってんじゃないのかな。そうでしょ、よしよしよし。でここであのボールにちゃんと捕まろう。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ孔明抜けというこのコース、多分ねスタート地点にくぼみがあるじゃん。そこの上に全部隠しブロックが隠されてると思うんだよね。でもさ、どんぐりが一つあるじゃん。あのどんぐりを取ることによってね、隠しブロックをすり抜けれるっていうコースなんじゃないかなと思って。ただそんなコース今までに見たことないよね。そして奇術って書いてたんだけど、これ知ってる人いるのかな。じゃあまず普通にジャンプしてみるで、やっぱり孔明があるよね。これどうやっていくんだろう。それじゃあ次はさ、このどんぐり取って隠しブロック出しておくじゃん。そしてマリオがさ、この頭ついた瞬間に飛んでみよっか。こう、うわダメっぽいね。え、これでもダメなの。うわどうしよう、ダメだと思うけどスピンジャンプしてみる。やっぱダメだよね、こんなんじゃいけないよな。でこのマントマリオっていうのか、このマリオってさ壁にこう引っかかれるじゃん。この壁に引っかかった瞬間ジャンプしてみよっか。なんで壁側ギリギリでひっついてみるで、こう、うわこれでも隠しブロックを叩いてしまうんだね。こっからジャンプして飛んでみるで、こう、うわダメじゃねえか、わかんないよこんなの、誰か教えてお母さん。
うわこれほんと難しい、どうしよう。それじゃあさ、隠しブロック出しておくじゃん。そしてしゃがみくるんができるよね。この状態で飛んだらいけないから、ちょっとやってみるね。うわダメだね、これでもいけないの。わっ、うわダメっぽい、これでもいけねえじゃねえか。どうしよう、マジでわかんねえこれ。みんなわかる、これこの時点でわかったらめっちゃすごいよ。でもこのどんぐり出すってことは、この飛ぶやつかこの壁にしがみつくやつ、どっちかが必要っていうことだよね。最速見ていい？2秒。早すぎでしょ、2秒だって。2秒でいけるってことはさ、スタートした瞬間もジャンプしてもうゴールしてるっていうことだよね。わけわかんねえ、諦めて。今練習中、どうやったらいけるかなと思って。でね、やっぱりこのしゃがみくるんがね必要になってくると思うんだよね。ほらしゃがみくるんした時さ、ブロックの中に結構めり込んでるじゃん。これが必要になってくると思うんだよな。しゃがみくるんしてここに壁に引っかかってみる。ちょっとそれで一回やってみよっか。なんでここでさ、隠しブロック出しておくじゃん。そして右の方にしゃがみくるんして壁にひっついてみるね。こう、この状態でジャンプ、やった。ありがとうございます。これはよく編み出したね、制作者さん。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。